エボは、うん、あのちょっと今日隣でシェードさんがシェイクダウンをしてるんですけど、はいはい、あのブレーキとエンジンとハンドリングとかでいろいろこのセットアップのより幅が出力自身はいつも BOP でこう、はい、制限されるのでそんなにこうすぐにこう、うん、エンジン出力すぐ上げるっていう必要もないんですけどやっぱり他が速くなってきた時にあのもっとパワー上げていいよっていうのに対応できるように、うん、はい、あのパワーアップしてますし特にチラーを入れて冷却をやることでこうあのロング走ってもこうちゃんとこう冷えるエンジンにするというところをやってます。チラーシステム、はい、エアコンでエアコンで吸気の、はい、インタクラーを冷やしてここに水冷のインタクラーがあるんですけどその水をあのエアコン使って冷やしてあげる、はい、それによって真夏とかやっぱり、まあ、ちょあの耐久とか走ってもあとスプリントでもやっぱり結構ここで最後慣れちゃうと勝てなくなっちゃうところもあるので、まあ、そういうところを評価してます、うん、これはもうあの単純にエボを買わなくてもアップデートで全部できちゃうわけですね。あのただレースに出ようとすると、うん、エボキットで全部つけていただかないとホモロギが合わなくなっちゃうので、うん、ああそっかそっか、はい、そこは1個だけ買うのはダメよと、はい、なるほど。で BOP もエボ前の BOP とエボの BOP がそれぞれあるものですから、はいはい、そこに合わせてやらないとなるほどレース出れないです。もうあと来月に累計生産あ累計の生産が100台いくものですから、うんうん、なかなかトヨタでここまで売ったレーシングカーってないんですね。なるほど、うん、これ値段のあれはないですよね、制限はないんでしたっけ。 T4 は、なくはないですけどあのそれスープラはちょっと買いやすい値段になってると思います。なるほど。他ももっと高いところもありますしランニングコストまで考えたら結構差が出てくると思います、うん、やっぱ僕らもこうやってたくさん使っていただくとパーツをある程度在庫して、うん、あの出すこともできるのでより使いやすい車になっていくかなというところも、うん、ってます。一番なんか教科書にしたっていうのはやっぱ一番上の車ですか。あの一番上の車はライバルではあるんですけど、うん、元車の構造が全然違うので、はいはいはい、うん、あのこれそのものと同じことができるかというとちょっと違いますね。なのでこの中でいくとそんなに同じ車っていうのがないですよ。スープラって他から見ても、うん、特にはあの AT 使ってるっていうのはなかなかないですし、うんうん、ポルシェとアストンがいい。そうですね。ただ D あの DSG だったりするので、本当のトルコン AT 使ってるってなかなか少ないかなと思います。なるほど。それアソマチもそうですね。元車がトルコン AT ではないと思うので、うん、はい、うん。こんだけの性能差があっても、やっぱ BOP で調整されて、まあ、レースでいけるというところが。あの足って公道で使えるんですかっていう風に。思っちゃいますね。そうですね、まああのジョメトリ自体は何も変えてない、ね、そうですよね、うん、ちょっとあんまり高そうだけど、あんまりあそこまで車高を上げられるのはちょっとまあきっとね本意ではないですけどあれマックスどのぐらいまで上げられちゃうんですか、レギュレーション的には。でももうマックス近いです。どっちかっていうともうフリロードがかけられないぐらいになっちゃってるので、セットアップの幅が狭まってるぐらいですね。で、あれで車高でもう対応できません、はい、そういう場合は今度あのもっとブースト絞られちゃうんですか。ウェイトとあの車高と、うん、あとまあブーストとか、うん、まあ、あのパワースティックになるんですけど、はい、でパワースティックはその SRO が一番最初にこうホモロゲを取るときに、うん、まああの BOP 今年の BOP はこれって決めたら、はい、あんまりそれ変えられないんですね、うん、そのなんで大体車高、まあ、大体ウェイトでウェイトやって次車高なんですけど、ウェイトは意外とスープラそんなにこうタイム感度がなくて、うん、特にあの SRO がかけるその BOP 以上に STO でスーパー耐久でちょっとかけられてるってところもあって、はい、あんだけ車高が上がっちゃってますね、うん、やっぱそれは車もあるしチームの成績がいいとそれに対してやっぱりかけられてくるところがあるので、
そういうところがこうよくもあるし、ちょっとなんかあんなに車高上げなくてもって思うところも確かにありますね。車重的には市販車に対して、はい、200キロぐらいです。200キロぐらい、はい、170、今1370がエコだとちょっと10キロ増えるので、160。なるほど。じゃあそれはもう本当にあのいろんなものをひっぺがした重量っていうことになるんですか。そうですね、はい、でもっと軽くすると今あのフードとかフェンダーってそのまま量販のアルミのものを使ってるんですけど、はい、うん、あのいろんな GT4 はそのカーボンにしたりとか、はい、まあ、天然素材のコンポジットにしたりとかっていうのもありますけど、うん、まあ、スプラは今アルミのまんまです。まあ、結構クラッシュとかっていうのもなくはないので、はい、まあ、そういう時に交換コストは、はい、多少抑えられるっていうのがあります。乗り出し結構同じような車が走らせたら全然コストが変わるっていう場合結構あるじゃないですか。そうですね、やっぱり結構その辺は僕らも特に AT みたいなやつがそのまま使えてるっていうのはマイレージ来て交換しなきゃいけないって時に、そのまんまってどのくらいそのままなんですか。ハードは基本一緒です。一緒なんですか。あの、まあ、オイルクラとかついてるのもあるんですけど、はいはい、別に筐体は一緒です。まあ、筐体も中もですけど一緒です。同じ形だけじゃないんですか。あ、じゃないです、じゃないです。本当に同じなんです、ね、うん、はい、あ、それはめちゃくちゃユーザー、そうですね、嬉しいですね、はい、で、あのエスタの時とかは、うん、あのトレーラーが部品トレーラーが来ていて、はい、でエンジンとかもそのまま積んできてるので、うん、もし何かで壊れちゃった時も、うん、すぐ部品も出せるようにしてます、はい、やっぱそれも一チームしか出てないとなかなかじゃあトレーラー出しますかっていうと難しいの で、うん、やっぱり今3チーム出ていただいてるんですけど、3チームあればトレーラー出す価値があるとか、まあ、そういうところも含めて。でも本当当たりでもしない限りなんかパーツ交換っていらない感じですよね。そうですね、あとはマイレージで、うんうん、まあ、メンテしたりとか交換したりっていうのがあるもんですから、はい、まあ、それはやっぱ S 帯だと、うん、ちょっと交換頻度が早いですね、うん、まあ、長いですからね。そうなんですよ、うんうん、スプリントのレースが欧米ほとんどなので、うん、はい、そういう時はほぼもう年間何もしなくていいっていうことが結構多いんですけど、うん、実際はちょっとそこが、はい、でちょっといろいろエボになる前もですね、特にだいぶ壊したこともあって、うん、去年の富士24時間もリアのアップライトのスタッドが折れちゃってタイヤ取れちゃったりだとかっていうところ、そういうのもやっぱりスプリントだと出てこないんですね。S 帯で走ってると意外とこうマイレージが短かったりだとか、予期してないところが折れちゃったりだとか。なるほど、まあ、こういう鍛え方をしていただいて、エボに向けて部品変えたりだとか、やってるところもあります。今年の本当富士24時間はエボで、はい、トラブルなく走る、うん、トラブルなければ結構勝つチャンスが一気にこう高くなるので、はい、まあ、そこがちょっと今年のテーマかなと思ってます。ライバルに比べてその燃費とかどうなんですか。燃費は結構エンジンも違うので、うん、いいところもありますし、うん、なんかちょっともっと有利なとこ、もっと燃費いいところもあります、ね、僕らもいろいろこうちょっとどれぐらいで給油してるかなっていうのも見てますけど、うん、ちょっと燃費良くないなってところもあるし、うん、車によってやっぱいい悪いもあります、うん、まあ、N エンジンもありますしね、そうですね、うん、はい、あとやっぱ結構ドライバーさんの走らせ方で変わってるところもあるなっていう印象もあります、はいはい、特にジェントルマンの方とプロの方で結構違ってたりだとか、うん、あれガソリンタンクって結構高い石にあるじゃないですか。あれは結構難しいんですから下げるのは。あれはですね、ちょっとスープラの GT4 のちょっと弱点にもなるところなんですけど、うん、ホイールベースが短くて、はいはいはい、他の車ができてるようなそのセンターパンの下にこう120リットル入れるっていうのが、うんうんうん、ちょっとそのスペースがないんですね。なるほど。どうしても上に上がってるところはあります。なるほど。なんで満タンのスタートで
あの、まあ、ロールちょっと大きいとか、まあ、そういうコメントもありますけど、うんうん、そもそも GT4 って結構ロールして、うんうん、今日も多分割とロールするなっていう印象だったと思うんですけど、はい、まあ、なのでこうロールしないものが急にするっていうよりは、まあ、ロール量をコントロールしながらなので、まあ、ちょっとコメントもいただきますけど、うん、そこまで全然違う風ではないっていう今印象です。もともとあったタンクの位置に、うん、あのエンジンのオイルクーラーとかをあそこに置いてあったりするので、スペースはうまく使ってます、うんうん、スプリントだと、うん、満タンにしないので、うん、あんまりこう特にまた出なくて、 S 帯で満タンにする機会があるとちょっとこう言われるところなんです、うん、逆にフロアってなんか空力はいろいろやってるんですか。それがですね、あんまりこうまた変えちゃいけないところなので、レギュレーションで、はい、つけれない、何もないです、ね、だから本当に量産車のものを使うしかない。もともと車軸から前とかね、あのオーバーハングをやっていいよっていうと、はい、ショートフェルベースより有利じゃんみたいな感じですけどね、フロントも出していい量がもう決まってるので、今ついてるあれ以上に出したらいけないんですよ、はい、うんうん、でその中でやるので空力は結構まあ難しい、うん、何もできない、まあ、車高を上げられちゃったらねっていう話ですよね。ジェントルマンドライバーだの同士だと接触も多くてですね、うんうん、でその時にやっぱタイロッドが曲がっちゃうとか、タイロッドエンド の、 あのフューズになってるんですね、はい、ああいうところも曲がっちゃうんですけど、当たった相手よりもスープラの方がちょっとこうよりなんか止まっちゃう率が高いので、やっぱりじゃあここはスープラの弱点なのかなっていうのを見ながら、エボに向けてはちょっと変えていったりとか、そういうちょっと日々いろいろ負けないぞと、うん、状況を見ながら改善してるところです。特に1年目あのルーキーレーシングが使ってる時に、はい、ジェントルマンのコメントって、今日ブレーキも、うん、どうですか。いや、おじいちゃん踏めるレベルで収まってました。ここは結構意見が分かれるところで、うんうん、やっぱその重たいから踏めないっていう人と、うん、これ以上踏むともうなんか踏み抜いちゃうから、うん、しっかりこうあの走力を出したいっていうところで、はい、そのコントロールが結構難しくて、あの結構最初の時は本当にこう、うん、もっと重たく踏まなきゃいけなかったんですけど、うんうんうん、やっぱちょっとこれだとアジア地区の、うん、あの体が小さいドライバーは苦しいかもしれないですけど、はい、ちょっとマスターシリンダーをコントロールしたり、うんうん、そのままやっちゃうと性能差になっちゃうので、うん、やっぱエボでじゃあ揃えるためには、うん、じゃあキャリパー側を変えていこうとか、はいはい、そういうことをやったりとか、2個目3個目は本当にジェントルマンの、 あの、うんうん、ポイントだと思うんですけど、やっぱ暑いと、うんうん、もうその消したら早いの分かってるけど、うん、自分の技量でタイムが落ちていくっていうのがあって、やっぱエアコンをしっかり効かせていかないと、うんうん、S タイとかだともうドライバー伸びちゃう時も結構あったので、じゃあファンを大きくするとか、うん、その出るダクトも、うん、最初はシートにこう、はい、エアが出るんですけど、うんうん、今日乗っていただいた通りシートってでかくて、はい、アンコを入れると結局塞がっちゃうんで、うん、シートに出すやつ意味がないっていうのがあって、はいはい、それじゃあどっか違うところに出した方がいいよねっていうのをいろいろこうチームさんと会話しながら改善していったり、うんしてます。で3つ目はメーターの文字が小さくてそもそも見えないとか、はいはいはい、ストレートでこの数字読んでくれっていうのもどこかわからないっていうのが最初結構あって、うんうん、そこもそのいろいろドライバーとかメカの人と聞きながら出すものを大きくするものとか、はい、うんうん、そういうのをこうやりながら改善をこう進めてきてます。いや、あの見やすいなと思いましたけど、いろんなジェントルマンの声と、はい、いろんなチームからやっぱ言われると、うん、やっぱこう変えていかないといけないところに結びつく、まあ、それなのはプロでしょっていうのもね、昔はあのこんなハンドル重たくてどうすんのって、いやそれ乗るのがプロなんだっていう時代もありましたからね、どんなに厚くてもとか、だからいやプロドライバーって見やすいに越したことはないと思って、その見にくいってあのケチをつけにくい立場にあるだけで、そうですね。そのペダルのブレーキのペダル動力ってなんであんな重いんですか、っていうか重くしなくちゃならない理由っていうのは、もともとブースターがついてないっていうのもあるんですけど、はい、うんうん、結構動力、うん、まあ、プロジェントルマン以外にも結構欧米とアジア人で差があるなっていうのがいろいろデータ見ててもあって、うん、あの
あんまりこうやると踏みすぎちゃうんですね。踏み抜いちゃうっていうか、うん、あの当たっちゃう時があって、結構なんか欧米の動力の大きさがジェントルマンでも高い。そいつら市販車乗った時どうするんだって思うんですけどね。そうなんですよ。で、結構欧米からはスポンジスポンジって言われて、日本人はスポンジって言われちゃうんですか。はい、そうなんです。だからだんだんこう走ってる間に、うん、あ、踏みすぎて。はい。まあそうですよね。ABS ついても踏みすぎたらどんどんロータウン上がっちゃいますよね。そうですね。特に欧米はあのスプリントなんで、うん、もうガーって踏んでギュッて曲がって抜いていかないともう前に出れないっていうのもあって、まあ接触も多いし、うん、まあ、ちょっと雑な感じな走り方っていうんですかね。わかります。嫌ですよね、あれ。ほんと。そこと日本は路面も良くてしっかりこうグリップするし、まあ、しっかりこう走ってるドライバーの方が多いので、まあ、そうするとちょっと重たいって言われるケースも、うんうんうん、いや結局別にアクセルペダルは重たくないし、ハンドルも重たくないし、っていう中でそのバランス的にはあのかなり異質じゃないですか、うん、そうですね、うん、ちょっとバランスは、うん、GT4 だとすぐ変えるわけにいかないんですよ、はいはいはい、ホモロゲを取り直さなきゃいけないとか、ね、ホモロゲもその性能アップしちゃいけないっていうところもあるので、うん、こうエボまで待つところと、どうしても危ないものとか壊れちゃうものっていうのを、うん、あの ER とかそういうものでこう出していくとか、まあ、その辺もやりながらですし、あれバネは何種類ぐらいですか。バネは3種類しか持てないんですよ。あ、そうか、3種類しか持てないのか、はい、それと同じようにそのマスター系も何種類かっていうのはできないんですか。やってほしいですよね。やりたいけどダメなんですよ、ね、で特別にそのやっぱり踏めないと危ないからっていうので、うん、あの認めていただいてやったんですけど、やっぱそれはエボディはもうしっかり元に戻すっていうところも、うん、径が小さくなってあのマスターマスター系はそうですね、あの大きいものから小さくしてその分エボでは今度キャリパー側で調整してあのマスターはもう1個にするとかです、うん、結構整備性もあのいろいろ言われたことがあって、はい、あのウィング見ていただくと、はい、あのエボとあの元で結構変わってるところがあって、もともとはあの穴にただボルトを刺すだけで、はい、やると角度を変えるのに、うん、あのちょうど左の写真みたいにその右と左で変える人、うんうん、落ちないようにこう持ってる人みたいな、はいはいはい、3人でこう変えてたんですね、うんうん、でそうするとレースによってはこうそんなにメカの人が入ってない来ないとこんなところで3人もいたら他にやることできなくなっちゃうじゃんって思って、うん、まあ1人じゃできないで困っちゃいますよね。コストは安いんですけど、うんうん、やっぱそこはちょっと、うん、あのチームからこれは良くないっていうので、うんうん、お金はかかるんですけど、右みたいにこう回せば角度が変わるやつとか。なるほど。で、やっぱりウィングってすぐにこうセットアップしてすぐにこうまた出ていくっていうところもあって、やっぱりそこに時間かけたくないっていうところをこう、はい、あのやったりだとか、あとリア等も結構いろんなチームさんがこう調整するときに、はい、これも量産部品そのものを使うとあのカムでやってしまうとどうしてもこう時間かかるのを、はい、うんうんうん、ターンバックルアームにそこはじゃあ変えましょうとか、うん、こういうところもどこをよく変えてるのっていうのをこう見ながらっていうのと、どれぐらいの時間でやれないと次のセッション間に合わないかっていうの、うん、そういうところも結構学びながら、うん、アップライトはあの量販と一緒です。ただあのボルト付けだったやつをあのスタッドに変えたりとか、うん、まあ、そういうことをしてやってます。なので幸いにはアップライトが結構のボルトが折れた時もアップライト交換はそのまま量販のやつが持ってくれるので、まあ、そういう利点もあるけど、ちょっとそれにしてもボルト折れてタイヤ取れるのはさすがに良くないから、うんうん、はい、あのマイレージをちょっと長くできるように、まあ、ボルトの構造を変えたりだとか、はい、ちょっと僕らがこういう、まあ、もう対応するのが精一杯で、何をこうレースの現場でやってるかっていうところがちょっとアピールできてなかったところもありますし、やっぱり GT4 チームの方が乗るんですけど、そのいわゆるジャーナリストの方とか編集者の方に見ていただく機会もそんなになかったので、
今回ちょっとこういう機会をようやく準備できて、まず乗って見ていただこうかなというと。あの3周2回乗ったって、いや車は分かんねえだろって思ったんだけど、もうスタートしてすぐあこれは乗りやすいっていうのがあったから、ね、ある程度のタイムで走んないとね、レーシングカーの評価なんてならないじゃないですか。ちょっとあのびっくりですね、今まででなんかそういう意味じゃ一番乗りやすい車かもしれない。15分2回で47秒までいったらもうインタープロートで優勝できますね。あ、乗り心地いいねこれ。トレーンオープンは、まあ、タイヤ温まってるから大丈夫。